ベストセラーズチャンネル、今回は鎌田実さんにお話を伺っています。パーソナリティは平間雅彦です。こんにちは、平間雅彦です。今回は集英社より出版されています空気は読まないの著者、鎌田実さんにお越しいただきました。鎌田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい。鎌田さんは、諏訪中央病院の今名誉院長ということでよろしいですかね、はいはい。で今回ですね、通常のスタジオをですね飛び出して、鎌田先生のところにお邪魔しております。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい。私はですね、今からもう10年ぐらい前ですけども、うん、たまたま書店に立ち寄りまして、はい、そこで頑張らないというですねタイトルが目に入りまして、思わず手にしてですね、そのままレジ行って買いに行って、はい、で読ませていただきました。ありがとうございます、はい。でその時の著者が、鎌田さんということで、私は本当に今回ですね、あのお会いできることを楽しみにしておりました、はい。今現在は主にどのような、まあ、お忙しいと思うんですが、活動としてはどんなことを今されていらっしゃいますか。今61なんですけども、はい、55歳の時に諏訪中央病院を退職をしまして、はい、名誉院長になって、はい、今週2回外来をやって往診をしたり、がんの末期の患者さんのホスピスの病棟の患者さんを見たり、はい、そういうことをしながらチェルノブイリの子供、白血病の子供たちを助ける活動は、はい、もう19年間 NGO を作って、はい、チェルノブイリ連帯基金というその代表をしながら、はい、約14億円のお薬を白血病の子どもの救援のために送って、まあ、今まで93回医師団をあの送ってきました。で、はい、5年半前からイラクの4つの小児病院に白血病の子どもを救いたくて、はい、毎月毎月だいたい400万円前後のお薬を送って、今まで2億4000万円のお薬を送って、まあとにかく子どもたちに生きててもらいたいと思って、うんうん、2月の末に、イラク行ってきました、はい。でまあ、今のイラク大変荒れてるんですけど、少しこう落ち着き出してる北イラクで、イラクのドクターたちとカンファランスをしたりして、まあ僕たちがこう救援を支援してきたことによって、救命率がものすごく上がってきて、子どもたちが助かるようになってきたことが分かって、でも、まあ、僕たちの薬を頼りにして治療している実態もよく分かって、僕たちの薬を、もっともっと多くしてあげれば、もっと子どもは助けられると思って、はい。まあ、そういう意味では日本での募金活動なんかももっと精力的にしないといけないなと思って、2月にはあのバレンタインのチョコレートを、はい、1個500円のチョコレートを10万個売ったんですね。10万個10万個、はい、六花亭っていう、札幌のお菓子屋さんが協力、あ、北海道のお菓子屋さんが協力してくれまして、はい、すごい安い原価で分けていただいて、はい、イラクの白血病の子供に書いてもらった絵をチョコレートの缶にプリントして、はあ、でバレンタインに哲学のあるチョコレートをつって売り出した。哲学のあるチョコレート、はい、これを好きな人にあげれば、あげる側の哲学が分かるというか、子供の命を救ってるっていうのが分かって、で六花亭のチョコレートですから美味しいんですね、缶がものすごく可愛いんです、はい。でまあ、毎年毎年そうやって売り出してたら、多くのファンが、つまりそのヨーロッパの有名な高いチョコレートをなんかあげるよりも、この500円のチョコレートの方がなんか心がこもってるというか、はい、まあ、10万個まで1個上がって、多分来年は10万、15万個ぐらいまでいくんじゃないかと。その利益は全部子どもの薬代に回すという約束にして、その通りのことをしてきてます。こちらのですね、今回ご紹介する本に入る前にですね、簡単に、まあ、私こう最初さらっと読んだ時にもう少しですね、はい、空気を読まないためのなんかコミュニケーションのテクニックとか、そういうのがこうパッと見たときにあるのかなと思ったんですけど、うん、中はこれ全てこう実話のいろんな事例ですよね。そうです、はい。25人の空気に負けないでですね、はい、空気に流されないで
ちゃんと自分を見失わずに、うん、こうむしろ空気をその場職場の空気を変えたり、うん、生き方も困難の中に負けずに生きた人たちの話の実話を25人書いたんですね、うんうん、そうですね、なんかどれも感動の泣いたでしょ、なんかなこれ電車の中とかじゃまずいですね泣けてきますよね本当に感動の実話の連続ですよね、はい、でこういった、まあ、こういった事例ってはたくさんやっぱり終わりなんですよね。そうですね、はい、あの動き回ってるっていうか、うん、今も診察をしたり往診をしたり、それから外国へボランティアで飛び出したり、はい、時にはその難民キャンプなんか行って、うん、命がけで動いてますから、はい、いろんなあの魅力的な方に出会うわけですよね、はい、うん、こんなに辛い状況に置かれてどうしてこんなに人のことを思って生きてい けるのだろうかとかっていう人に、うん、出会うとやっぱりこう書いてあげたい、書いてあげることによってこういう温かさがさらにこう連鎖を起こして広がっていくんじゃないかっていう、こう僕としては思いがあってね、はい、うん、今日本こう不景気になって空気がよどんじゃ出るじゃないですか、はい、で空気を変えたいんですね、この日本の空気をもっともっと明るくてね、前向きな空気にして、そうしないと景気だって良くならないし、若者の雇用だって広がっていかないので、なんか日本や職場や家庭の中にこう漂ってる嫌な空気を取り払いたいという思いで、はい、丸ごと一冊空気にこだわって本を書いたんですね。そうしますと、この本は私は拝見して、うん、今どんな人が読んでもなんか心にこう、うん、こうジーンとくるものを感じる部分あると思うんですけど、はい、なんかこの本を作られるにあたって一番どんな人にこうメッセージで届けたいっていうのがあるんですか？そうですね、今、はい、辛いことが多くて生きるのが嫌になっちゃってる人とかですね、それから仕事がなくてどうしようどうしようって心配してる人とか、うつの人も多いですよね。だからそういう人にも読んでもらいたいし、この空気は読まないっていう本を書いてる一つの自分の中に、こう人生ってっていうのは波なんじゃないかと思ってるから、はい、うまくいってる人にも読んでもらって、うまくいってる人はずっとうまくいくんじゃないかと思うけど、そうじゃなくて実は波でその下がったり上がったりこう繰り返してるわけですよね、はい、で今世の中こう不景気で全体が波がこう下へ向いているけども、下がったものは必ず上がる、だから上がるっていうことを常に考えててもらいたいから、今困難の中にいる人にこう読んでもらえると少し元気が出るんじゃないかなとか、とにかく生きてることが大事だっていうことが分かるし、よく読んでいくと生き方のヒントが見えて、どうしたらいい波に乗れるだろうかという、まあハウツー本ではなくて本当に丸ごと全部感動の本だから、具体的にこう生きなさいとは書いてないんだけど、よく読んでいけばその生きるコツみたいなのがいっぱい見えてくる、25人の困難の中で生き抜いてる人の話ですから、はい、そのあたりが不況の半分は空気が作っているっていうことですね、はい、もうこの最初の本の帯のところに書いてあるんですけども、やはりそういったことで不況の半分はやっぱりこの空気が作り出しているというのが鎌田さんの持論ですかね。そうですね、はい、まあ、経済より半分は実態で、もちろん実態は良くないんですけども、サプライムローンで2008年に、まあ、世界の経済が壊れたわけだけど、はい、日本は被害が少なかったはずなのに、日本が一番ヨーロッパやアメリカよりも被害が大きく長く続いていると、不況の出口がなかなか見つからないっていうのが実態ですよね、はい、若者の雇用なんかを考えれば、やっぱ早くこの不況を脱出するためにはどうしたらいいか、そのこう知恵みたいなことはこの空気を読まない中にいくつか書いて、はい、例えば僕が往診をしている85歳のおばあちゃんにこうお金持ってるって聞いたら、まあ少しはあるよって言って、はい、この頃使ったって言ったら使ってない、貯金どのぐらいあるのって聞いたら、おばあちゃん85歳のおばあちゃん、はい、要介護3で半分寝たきりぐらいのおばあちゃんなんですけど、はい、貯金はあるって言うから、いくらあるのって聞いたら、いや先生言わないって言うから、いや、まあ、そうですね、そうですね、その当たり前なんですけど、はい、で、まあ、僕は諦めないって本も書いてるんですけども、はい、割合性格的に諦めないもんで、おばあちゃんにくだらないこと言ってます、いやいやいや
おばあちゃん200万ぐらいあるって聞いたら、おばあちゃんが、はい、先生そんなのあるわけないじゃないっていうわけ、はい、で僕は諦めない性格なもんで、ばあちゃん100万ぐらいあるかって聞いたら、はい、いや先生そんな少ないわけないじゃないのって言って、大体分かったけど数字もある。そうですね、はい、でばあちゃん本当に貯金あの世に行ったらもう使えないんだから、うん、この世で使っておかないとダメだって僕言ったら、はい、おばあちゃんがニヤニヤしてるから、はい、ばあちゃんに、いやお嫁さんよく見てくれていい嫁だよなばあちゃん、うん、でもばあちゃんも立派でよくお嫁さんにありがとうありがとうって言って、ばあちゃんはなかなか偉い、うん、だけどばあちゃんいつも口だけでありがとうを繰り返してたら、人間そのありがとうもいつか、うん、大事さがなくなるから、たまには物で答えろと。あ、たまに物でばあちゃん金を使えと金使わないと日本の経済は動かないし、はい、若者の雇用のためにはばあちゃんが使って、ばあちゃんは自分の人生を生きてる間に少し豊かにして、はい、お嫁さんも喜んでこの家の空気も変わるから、なんか使わないとダメだばあちゃんって言ったら、老後が心配だったんですよ。あ、老後心配、80歳だからもう老後真っ盛りなのに、だからこれ以上の老後なんかないんだけど、心配なわけですよ、はい、自分が国は守ってくれないじゃないか、うん、なんかもっとあったかな国を作ってね、うん、お年寄り大事にしながら、やっぱり一番大事な若者で、若者の雇用が、ま、ちゃんと守れるような国にするためにどうしたらいいのかっていうのを、もっとその政府の人とかこの国のリーダーは考えていけばいいんじゃないかって、世の中が今のようにチンとしちゃって、みんなが消極的になってね、そうすると持ってるお金の価値だってどんどん貯金してるだけだったら下がっちゃうわけですよね。あ、はい、うん、でやっぱり使える人はやっぱり今使うことが大事だし、明るくすることが大事だし、うん、ラテンのノリみたいになんかもっとみんながワイワイやりながらやっていかないと景気って良くならないんですよ、はい、だから今はこんな嫌な時代にワイワイやるのはバカじゃないかっていうかもしれないけど、うん、バカが大事なんですよね。だから車買える人買って買える人は車を買うことだし、スポーツカーに乗りたいと思う人はもう借金してでもスポーツカー買うとかね。だってスポーツカー買わなければ日本のスポーツカーを作っていく文化が廃っちゃいますよ。そんな国はダメですよ。だから、スポーツカー買う人をバカだなんて言わずに、それは究極のこの国を救う偉い人だっていうふうにみんなが思ってですね、はい、スポーツカーを買う人がいたらみんなで拍手するとかですね家を買う人なんてなかなかいないけど、家を買ってくれる人は偉い人ですよ。で家も車も簡単には買えないけど、みんながほんのちょっとやれることやれんですよ。うちで帰ってご飯食べようっていうのを、今日はラーメン食べて帰ろう、うん、みんながお金をこう使ってお金を回すことが資本主義って大事で、止めないことですよ、お金を回す、うん、お金とね、お金だけ回してると経済ってこう資本主義って非常に冷たくなるから、はい、うん、資本主義社会をいい社会にしていくためにはお金と温かさを回すことなんですよ。お金と温かさ、うん、でそうすれば資本主義はそんなにこう墓穴を掘るというか、今のようなその落とし穴にはまり込まないで済むんですよ、うん、だからみんながお金を回して温かさを回す。で僕はこの空気は読まないっていう本の中で、はい、やっぱどうしたらその温かさの連鎖を起こせるかっていうのをこの25人の具体的な本当の話で書いたわけです、うんうん、34歳の大腸がんの末期の若いお父さんが子供に、死んでいくのは分かってるんだけど子供に思い出を作ってあげたいってディズニーランドに連れて行く話ですよ。 ありましたね泣けるでしょ。いや、ありましたね、はい、そのディズニーランドにお父さんが子供3人感動的に死んでいく前に連れて行くんだけど、で帰ってきたお父さんがもういよいよ最後って時に、病院の看護師さんたちが子供とどうやっていい時間を過ごしてあげようかっていう、病院のお風呂を家族風呂にして、うん、子供3人とお父さんが一つのお風呂に、病院のお風呂で入るんですよね、うん、で子供にとってもお父さんに背中を最後に流してもらって、うん、お父さんは娘2人と息子1人と3人と最後のお風呂を入って、うん、そして亡くなっていくんですよね、うん、だから
あったかな空気があると悲しいことやなんかを乗り越えていけるんですよね。だからいつもそのあったかな空気を回していくこと、顔空気を読んで人の顔色を伺って空気を読むことばっかりキュキュとするんじゃなくて、自分でいい空気を作り出すとか、空気をが淀んでれば空気を変えるとか、なんかみんなが空気に流されている時に自分は違うぞって、正しいことをちゃんと自分の意見を言える人とかね、そういう人たちが今この国では必要とされていて、みんな勇気を持ってこう空気を読むことばっかではなくて空気を変えることに努力していけば、この国はまたもっと元気ないい国になっていくんじゃないかなと思ってこの本を書いたんです。先ほども少しご紹介いただきましたのディズニーランドの神通物語、はいはい、その時 その当時34歳のお父さんだったわけですね、はい、だから小さい子が3人ぐらいいらっしゃってと、はいはい、うん、その時 なんかそのお父さんの気持ち、あとは多分もう今はですね会えないかもしれないんですけど、その時になんかお父さんが残した空気っていうのがなんかお子さんとかですね、ご家族にこう残ってるんじゃないかなと思うんですけど、それと残ってる空気っていうと、この空気は読まないっていう今回の本ってなんかすごくつながってると思ったんですけど、はいはい、まあ、お父さん生きようと思って必死にその大腸がんで手術をし、うん、はい、でも再発をし、うん、よその病院だったんですけども、そうですか、うん、で免疫療法とかその温熱療法とか、うん、まあ、人がいいって言われるのは全部挑戦していくんですよ、はい、でご自分上のお子さんが3人いるんですけど、上の2人が女の子で少し離れて、自分が大腸がんが見つかった時にその初めての男の子が生まれるんですね、はい、うん、生まれた男の上の女の子にはいっぱい父親として何かいろんなことをしてきてあげたから、うん、娘たちはよく僕のことをきっとずっと覚えててくれるだろう、でも生まれたばっかのこの男の子は僕のことは覚えてられないだろうなってお父さんは言って、うん、でやっぱり先生行きたいっていうわけですよ、ね、うん、で必死にそのもう腸閉塞になって食べれなくなって通らないの分かって、でも先生栄養がいかなく、その自分の体に入らなかったら僕は生きていけないから、うん、一生懸命食べるんですよ彼はね、でも吐いちゃうわけですよ、でも吐きながら、もう吐きながらもいろんな工夫をしながら、とにかく生きたいから、子供のために生きたいから食べる、だからどんな苦しいこともあっても子供のために僕はもう少しで少しでも生きたいんだ、うん、で死んでいくことは分かってるんですよ彼は、はい、で最後に彼が夢を描いたのがディズニーランドに行くことで、うん、もう状態としては非常に悪い状態だったですから、うん、途中で病院に担ぎ込まれるようなこともありえるかもしれないって紹介状を持たせたりしながら、痛み止めをこういう時にはこういうこの痛み止めを使いなさいって言って、痛み止めをこう使い方を奥さんには教えたりしながら、はい、でその家族と最後の旅をした、うん、で最後に、まあ、彼もともとすごい明るい人で、テレビを見てると料理番組なんか見ると夢中になって、そのこれ食いてえなとかってわいわい言う人だったですね、はい、で僕はよく覚えてるのは緩和ケア病棟っていうホスピスの病棟で焼肉会をした時に、うん、彼やっぱり焼肉を食べたんです、はい、でその時は先生ビール飲んでいいかなってで緩和ケア病棟って少量のアルコールは許可されるんです。そうですね、うん、で彼ビール飲んで、先生うまい、生きててよかったって、で全部丸ごとその子供たちのために生きたいと思っているんだけど、一個一個にすごい喜びや感動で、やっぱそういう人って不思議な力があるのが、負けないんですね、明るいためにね、僕たちが思っている以上にこう彼に生きる時間が与えられていくわけです、心と体ってつながってるから、体に非常に厳しい状況があっても彼が前向きにいつもニコニコしながら、それから子供のために生きたいっていう思いが、彼の体の中にあるナチュラルキラー細胞っていうがんと戦ってくれる細胞なんかにこう
働き方だと思うんですけど、うん、まあ、僕らが想像したより長く彼は頑張って、でお子さんを手継いだんですけど、それでも最後が来るんですよね、はい、で最後が来た時に、まあ、彼はその家族、子供たち3人と家族、病院のお風呂を家族のようにしてみたいにして使って、最後、思い出を残していくわけですけども、なんか子供たちには、ちゃんと大切な思い、お父さんへの思い出が残ったんじゃないか、だから子供たちは何年かに1回ディズニーランドに行った時に、やっぱお父さんの空気というかね、お父さんが吸って吐き出した空気がディズニーランドにはあって、そこのディズニーランドに立った時には、お父さんのことをきっと思い出すんじゃないかと。同時に子供たちが大人になって結婚して、子供ができて、そのまた子供を連れて行った時にね、その今度は、34歳のお父さんは基本的にはおじいちゃんということになるんですね、うん、おじいちゃんが吸って吐き出した空気がそこには漂ってるんじゃないか、で空気がちゃんと伝わってるんじゃないか、うん、っていうようなことを僕はこの空気が読まないって本の中で書いたんですね、だから人間の命って別に長さじゃなくてね、34歳というその大変短かったんだけど、彼は彼らに自分の人生を生き切ったんじゃないか、見事にちゃんと子供たちに大切なことをバトンタッチして生き切ったんじゃないかなって僕は思ったんですね。そのあたりが鎌田さんおっしゃってるその本の中にありましたけど、ウェットな資本主義は大事なんだと、うん、はい、っていうところとつながっていきますか。つながっていきますね、はい、やっぱりドライなアメリカ流 その競争重視にした資本主義、ドライな資本主義って言葉はもともとマスコミでもよく使われて、僕がウェットな資本主義っていうのは僕は造語で自分が鎌田が作った造語なんですけども、はい、うん、なんかドライの反対でもっと血の通った温かな、人間でも あいつウェットだよなっていういいじゃないですか、ちょっと涙が黒くて情が深いような人とかね、はい、資本主義ってほっとくと競争主義ですからドライになるわけですよ、うん、でも競争だからそれ資本主義ってのは競争前提してるから激しい競争があってもいいんだけど、なんか日本人にはどうも馴染まないんじゃないか、もっとウェットでね、だって気候だってジメジメしてさ、そうですよね、で湿気が多いでしょ、だからアメリカのようにそのドライな気候じゃなく、このウェットな気候で僕たちは何千年も生きてきたわけだから、アメリカの真似なんかしなくていいんですよ。でやっぱり日本にはウェットな資本主義が合う、うん、でそれは温かな血を通わしてね、うん、雇用とか教育とか子育てとか、その医療とか福祉が充実していて、その上でその貿易立国として上半身には強い国でいるってことが大事で、下半身に温かな血がこの国の国家の中には流れてるっていうふうになれば、国民がもっとこの国を好きになったり、この国を誇りに思えるようになるんじゃないかなと思って、まあ僕はそのウェットな資本主義っていう言葉を使って、なんかまあ旧政権でも新政権でもいいんだけども、はい、うん、僕の方に少し読んで、そうですね、くれたらいいなと思ってるんだけど、そうですね、うん、そうですね、この本の裏の帯のところと、あとですね、ページ数と285ページなんですけども、はい、空気に流されるな、空気を作り出せ、はい、そして空気をよどますな、空気をかき回せ、それが新しい生き方になると、こういうですね、締め方があるんですね、はい、はい、そうなんですね、なんかみんなが空気を読むことだけに救急となると、はい、この国が面白くなくなっていくと、できるだけみんな空気をかきましたり、どんな空気があるなと思ったら、はい、空気を変える男をね、窓を開けて空気変えればいいんですよ、窓を開けてくる、はい、職場にも嫌な空気がある時あるじゃないですか、ありますね、うん、はい、でこの家庭の中だってうまくいかなくて空気が変な空気が漂うことがあるんですよ、人間が生きてるっていろんなことが起きるわけですよ、その時にでも空気を読みすぎて、空気に読むことばっかりエネルギーを注ぐんじゃなくて、空気を変えたり空気をかき回したりする人間が今
この国のピンチの時に必要なんですよね。でこの本を読むとそのどうしたらいいのかっていうのがヒントがいっぱいあるから、この本を読むと生き方がちょっと楽なんじゃないかなと思って、ぜひたくさんの人に読んでもらいたいと思います。そうですね、なんかあの楽になると同時になんかですね、すごく久しぶりに私はですね、感情が動いた感じします。そうですね、嬉しいですね。なんか動く感じがするんですね。いわゆるそれ何か文字で読んでるんじゃなくて、なんか私の体にですね、その入るいろんなキーワードがあったんですね。ですからおそらくこれ読む方の今の状況によっていろんな感じ方、あとはその中いろんな生かし方があると思うんですよね。ですから本当にあの多くの人にこう手にしてもらっていろんな感じ方を、してですね、本当にこのね、空気に流されるなと、いうことですね。本当にいろんなたくさんの、学びになりました。はい、あのですね、今後の鎌田さんのなんか、はい、ビジョンとかこんなことをしたいなっていう、今でもねすごいことされてますけど、ちょっとそれを聞きたいんですけども、はい、今までいろんな本をもう約29冊、これ30冊目ぐらいだと思うんですけど、はい、本書いてきてるんですけど、書くこと好きなもので、もちろんその命がけで今イラクの子供やチェルノブイリの子供を救うっていう活動は今後もボランティアとして、まあ、いつでも 1% 誰かのためにって思ってますから、そのボランティアボランティアしてるやりするのが、書くの好きだから、今度は今詩集を出すためにまあちょっと詩集って大げさだけどメッセージブックというか、自分とは違う毛色の詩集とメッセージブックの間子ぐらいのその本を今書いてて、はい、その次は経済のその、こういうふうにすれば日本の経済は良くなんじゃないかっていう鎌田流の提言の本を書こうと思って、今必死に原稿を書いてるところですね。そういうなんか自分流にこの国を見た時にどうしてあげたらいいのかなっていうのが見えてくるもんで、それをこうできるだけ的確にこう提案できるような本を今後も書き続けたいなっていう夢を持ってるんですけどね。本とか詩として鎌田さんのメッセージをどん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 伝えていくということですかね。あの最後に一つなんですけど、以前テレビで拝見したと思うんですけど、確か頑張らないという学が、あのあれ病院ですか。病院ですね、はい、またそんな学は増えてるんですか、メッセージは。諦めないとかですね。諦めない、はい、どんどん増えていきそうですね。だんだんね、でまあそこそのぐらいですよ、はい、今病院の中で頑張らないっていうメッセージ もう変なメッセージですけどもいや人間って頑張ったり頑張らなかったりでいいと思ってるんですね、はい、僕は頑張る人間だけど、はい、やっぱり自分の中にも時々頑張らなくていいよ、もう頑張りそうなくていいぞって自分によく言い聞かせるようにしてるんですけども、頑張ったり頑張らなかったり両方が大事ですよね。両方が、じゃ あの今回のですね、この空気を読まないっていう本、あと最近ちょっと疲れたなとか、はい、頑張りすぎてるなと思ったらこの頑張らないっていう本を読んでみると、はい、両方とも泣きますよね。だから泣きたい人はぜひ頑張らないでも空気を読まないでも、はい、読んでもらうと、まあ、電車で読まない方がいいですね。本当そうなんですよね、電車じゃない方がいいですね。ちょっとね、恥ずかしいですね。そうですねはい、ありがとうございました。今回は、空気は読まないの著者、鎌田実さんにお話をお聞きしました。鎌田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。